海と日本。日本財団が進める海と日本プロジェクト。この番組ではプロジェクトに賛同し、海を未来へ引き継ぐため宮崎の海の魅力を発信しています。青島ビーチにやってきました。とってもいいお天気で、もうすっごく気持ちいいです。海の日に行われたのはビーチサンダルを飛ばし、その距離を競うというユニークなビーチサンダル飛ばし大会。イベントを企画したのはアウトドアフィットネスを提唱しているサーフシティ宮崎。この日はまず参加者全員で海岸線のゴミ拾い。青島では定期的にゴミ拾いが行われているため、ビーチは比較的きれいに保たれていました。いつも海でサップとかしてるので、やっぱり恩返しという意味で、せっかくきれいな海だから大事にしていかないといけないですよね。県内の海岸には台風や大雨などで流れ着く流木やペットボトルなどの生活系のゴミが多く見られるところも。海の環境を守ることについて、サーフシティ宮崎の渡辺さんは、やっぱりビーチが綺麗なことが一番だと思うんですね。ビーチクリーンの日って決まってやるもんじゃないと思ってるんですよ。正直言うと、歩いてて気になったらカバン持ってても手が余ってるから、一つなんかゴミ持って帰ろうという気持ちで、ワンハンドビーチクリーン、普段から綺麗なビーチが当たり前になるようなことでできれば、子どもたちにもつながるし、それを見た子どもたちがゴミを持って帰るだけで伝わっていくって思うんで。サンダル飛ばすぞ。綺麗な海で始まったビーチサンダル飛ばし大会。小学生から大人までより遠くに飛ばした人が勝ちです。私も参加します。優勝を目指して頑張ります。1m67cmです。1m67でした。上の方、遠くの方を見て飛ばしたらいいって言ったので頑張ってみました。助走がいいって言われたんで、走るので疲れます。笑顔あふれたビーチサンダル飛ばし大会。楽しく遊ぶためにも綺麗な海を守ろう。海の大切さを再確認した海の日でした。これからも海を綺麗にするぞ。海と日本。